はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんにちはございます。今日もアランウェイク続きからやっていきたいと思います。一応 DLC の第2弾じゃないや DLC の続きですね。一応は闇に捕らえたアランがね、そこから脱出しようというところで頑張っております。で、全員にね導いてもらってるんですけど、なかなかね外に出られないと、結構大変なことになっております。というわけでね、先進んでいく。で難易度が高い難易度高い。やつら来ちゃった？あ、どうもっす。よいしょ。いいよ、ブームブームブーム。ブーム！どうよ。よいしょ。しっかりと生き残ってるね、こいつ。オッケー。バンバンバン。カリウドバンバン。ん？これ、あ、違うのか。敵かと思った。さてと、いい感じに今、やられてね。なんだ、あの、パンプ。まだいるっちゅうことこれ。痛いわ、ほんと痛いわ。はい。よし。あ、痛い。あ、これ。てめえ弱いやつだろ。知ってんぞ。斧二刀流、2本持てばいいわけじゃない。それじゃ俺は勝てねえぞ、俺には勝てねえぞ。でこれだな、なんだ、パンプ、ん、何、あーあああっ、いやちょっと待てオーケー。というわけで、だいぶ処分したぞ、敵のこと。ポンプアクションに変えちゃおうか。ポンプアクションに変えることによって何があるんだろう。ブーム、あれ、あ、これもしかして配置変わってる、毎回。気のせいか。もしかして配置変わってるかもしれん。いろいろ用意してくれてるけどさ。オーケー。めちゃめちゃ湧いてくるじゃん。まだいいのね。でふざけんじゃねえぞ。ツールズ。あ、どこにいる？どこにいる？あれ？あ、いた。オッケー。リロード。よいしょ。いや、マジ敵多いな。お前、ふざけやがって。よいしょ。オッケー。まだ切れてる。やっじゃん、やっちゃん、オッケー。やっちゃった。あ、やってないね。声聞こえるんだよな。はい、はい、はい、よし。これ、あれか、鹿として先進まったらまずいかな。リボルバーの弾薬。バッテリー。リボルバー、ありがてえ。ありがてえ。ちょっとか。もう行くしかねえか。よいしょー。フラッシュバン。よいしょ。いや、避けられてんのか。ふざけやがって。ふざけやがって。お前ら、ふざけやがって。ふざけやがって。よし、オッケー。で、これ、ブームをやりてえな。敵、いる？いる？いない？ツールズ。オッケー。ツールズ。リボルバー、ショットガン。いや。いいね、いいね、ありがたい、ありがたい。めちゃめちゃありがたい。よいしょっと、よいしょ、よいしょ、ドン、バン、よし。で、自分自身もダメージをくれる。ちょっと待って、よいしょ。中入っちゃおう。フラッシュってなんだ、先行手榴弾、オッケー。オッケー。なんだ、君ら来ないの？来れないのね。フラガン、オッケー。いや、来れんのかい。ちょっと光出せ。ああ、違う。なんで、
もったいね、もったいね。よいしょ、よいしょ、オッケー。ふう。いやー、敵が多い。どうも、あーあ。なんだよー、こいつら。ああ、いやいやいや。あ、敵じゃねえか。見て。なんでお前、敵になっちゃった。ちょ。いやー、と、遠い。なんでこんな遠いとこから回避させる。しんどいんじゃ、これが。これがしんどいんじゃ。ある程度仕方しながら行くしかないっちゅうことか、まあ、とりあえずさっき通った電車の中まで行くか。行くぞ。よいしょ、 OK。 疲れた。やっとたどり着いた。なんだこれ、なんだこれ、マジでやばいぞ。やばい、このステージ。ちょっとマジで敵が無限巻きなんじゃないか、これ。敵本当にさっきからさ、この影みたいなやつがずっと出てくんのよ。本当にマジやで、マジやかい、マジやかい、マジやかい。消えろ、消えてしまえ。マジで行くしかねえ。ほんと行くしかない。ちょっと待って。ルームオブなんか書いてある。ルームオブ、あれ怪しい。ルームオブなんとかって書いてある。オンにする。なんだこれ。安全地帯じゃないよ、これ。はい。狙い。なんで見えない。ちょっと待って。お前ら待ってくれ。マジで待って。フラッシュ版もねえし。ふざけんじゃねえぞ。ちょっと、休憩ポイントここ。疲れた。何これ。マジで何これ。あ？てか飛んでる。いっぱい飛んでるぞ、なんか。ブリッジ？とにかくここを越えなきゃならないだろう。解決の糸口はきっとあの山のどれかにあるんだ。お、そうかい。そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。なるほど。だろう。確かにね。でもあれじゃない？この一番動きが早いやつ。よいしょ。なんやこれ。何これ。やっぱこうでなくっちゃな。俺の助言に従ってりゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。うるさいぞ。よく言うぜ、バーリー。あら、今の俺はお前に喋らされてんだぜ。妄想忘れたか。俺じゃ誰だっておかしくなる。とんでもない、最高じゃないか。お前の回復にも役立つぜ。そうか。は？読む。シンシア・ウィーバー、レディ・オブ・ライト、照らされた部屋の守護者。彼女の波乱万丈かつ不屈の半生を詳細に綴った大作、シンシア・ウィーバー、松明を抱えて。著者は地元紙ブライト・フォールズ・レコード社で、かつてウィーバー本人から指導を受けたエレン・アダムス女子。エレン・アダムス。ほう。なるほど。全然わからん。アイテムくれ。マージアイテムくれ。リボルダー。てか、いっぱい落ちたのにさ、全部下落ちちゃったの、もしかして。おい、アイテム、ボロってして。自身の言葉が辺りに散乱した。ゴミの山だ。彼の著作が彼に襲いかかった。ハードカバー、ペーパーバッグ、グズだ。安っぽい、紙くずの群れ。
だった。テレビに映る奇妙な俺の映像は前にも見たが、ここでの奴は明らかに常軌を逸していた。まるで自作の主人公を破滅させようと躍起になっている破綻したストーリーテラーだった。まあフレアガンか。まあフレアガンね、ショットガン、よしよし、まあ大丈夫、まあ大丈夫。主人公を破滅させようとしてる。何？ハードカバーが襲いかかってくる。襲いかかってくる。え？なんだな。おお。何これ、どうなってんのこれ。何これ。当たったら終わりか、もしかして。大丈夫？本じゃねえか。よし。おっと。本じゃねえかよ、お前。俺の本が襲いかかってくるんじゃねえ。てか、何これ。エネミーとかなんだけど。ちょ。なにこれ、光当てちゃダメ系なのか。エネミー。フラ。え？エネミーはダメ。ポゼッセド。あ、これはダメなやつか。これダメなやつか。エネミーだらけやん。レイブンス。ああ、レイブンスか。やだ。本が襲ってくるよ。ちょっと。本が襲ってくる。安っぽい髪の群れ。くっそ。あいつら。あ、ブーン。ブン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 。よし。ちょっと待って。やめろ。鳥たち。おったあった。くそ。光が俺に牙を向いている。はあ、休憩ポイントでツールズ。よし、アイテム落ちるな。頼む。よし、手元、ショットガン、リボルバー、オッケー。大丈夫。ふぅ。なんなんだ、あれ。なんなんよ。とんでもねえな。本当に闇の深いところ降りてきてる感じするね。めちゃくちゃだよ。やめてくれ。マジろくなもんじゃねえ。なんだ今の動き。なんか変な動きしなかった。わあ。やばすぎる。お前やばいぞ。何？これも全て俺の妄想なのか。そういう場所なんだよ。いろんな思考がランダムに現れる。ここじゃ想像力が命取りになりかねない。でもお前だって。いいか、アラン。お前のためにもこれ以上余計なことは考えるな。余計なことを考えるな。やめろから無数のなんやかんやが来てるんやろ。いや。よし、オッケー、大丈夫。意外と大丈夫なんじゃないか。意外と。意外と、意外とな。よし、オッケー、大丈夫。
外と大丈夫。オッケー、大丈夫、大丈夫。意外と大丈夫、意外と大丈夫。いて。よし。ちょっとこれで逃げて。光、光、光が。大丈夫、大丈夫。オッケー、あいつが、あいつがやべえな、ちょっと。いてててて。いてててて。よし、ナイス、よけ、ナイスよけ。華麗なよけ方だよ。意外と、意外と光が助けてくれてる。よしよしよし。意外と大丈夫、意外と大丈夫。意外と大丈夫。意外と大丈夫だよ。意外といけてる、意外といけてる。よし。もう逃げ切れ、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 ここまで行っちゃえば。はい、チェックポイント。勝ちー。バカどもめ、私に勝てると思っていたのか。よし、彼に、あおっと、これ誰だ、君は誰だい。トール・アンダーソン、雷神トール、ハンマーを振りかざす。行かれるアンティークロッカー、さあ、殺戮と嵐の時代に立ち向かえ。あのバリー・フィーラーに見出された、過去の栄光に生きるシニア世代の超新星。トラブルに悩む現代人必須の自己啓発本。おめえらみんなぶちのめしてやるは、全国の書店で絶賛発売中。いぶし銀のおたけびに震えろ。序文、バリー・ウィーラー。バーリー・ウィーラー。バーリーやるね。雷神トール。助けてくれ。助けてくれ。雷神助けてくれ。お前なら俺を助けることはできるはずだ。これは、なるほどね。ホイール。あ、ブーブや。レッドボックス。あ、レッドボックスね、はい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 。倉庫に入るにはまずドアを開けるんだよ。じゃなきゃ進めないぜ。妄想なのになぜこんなにややこしいんだ。お前がややこしいからだよ。黙ってろ。でも俺は。バリ。バリ。え？倉庫に入るには鍵がなきゃダメ。これ車。もうシグナル追うしかないか。めちゃくちゃやで。めちゃくちゃだよ。なんでこんな、あの車とバトルせいうことか。違うな。とりあえずこの車倒すか。あの車倒してやるか。あいつが鍵持ってるんじゃないか多分。光の力を思い知れ。こっち来い、こっち来い。引かれた。よいしょ。オッケー。え？違うな。近くにいるね。あ、どうも。どうもどうも。いてててまだいんの？これ、これなんかやるんだよ、これ。ああ、オッケーオッケー、これで入れるのか。ナイスナイス、ナイスナイスナイス。ナイスナイス、ナイスナイス。早く乗れ、早く乗れ、早く乗れ、早く乗れ。おお。おいとーん。おお、すごい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 。すごいすごいすごい、とんでもねえ、とんでもねえ、とんでもねえぞ。とんでもねえ、とんでもねえ。入れ入れ入れ入らねえのかよ。降りるのかい。なんで降りるんだよ、なんで降りるんだよ。お前ふざけんなよ。何やって、何やって、何やって、こんな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 無理だって、こんな無理だって、こんな無理だって、どうなってどうなって、ちょ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 、待って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 、
いやマジでちょっとふざけすぎじゃないか。なんかとんでもない人数いたんだけど、びっくりした。おー、車ひっくり返っとるし。閉めたよ。ほら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 、よし、おい、おい、おい、避けない。よいしょ、おい、おい、よいしょ、よいしょ、ふぃー、きれいきれいしちゃったぜ。これどこ行けばいいの？あ、こっち？あ、ここっぽい。あ、上行くのかな。よし、よし、よし、窮地を脱したぞ。とんでもねえ。とんでもねえよ。ダウンロードコンテンツ。どうなってんだよ、これ。ちょっと待ってくれ。こっちがなんかないっすか？なんか。なんかアイテム的な。あれ、ないかな。あ、降りる？ん？あ、こっからも。あー、こっからも入れるよ的な感じだったんだ。あー、はい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 。なるほどね。あ、オッケーオッケー。じゃあ何もねえや。さあ、進もうぜ。あー、早く全員助けてくれ。早く助けてくれ。この悪夢から救い出してくれよ。どこなんだい？ファイヤー？あ、そういうファイヤー。あっちが行くんか。え？レッドボックス。オーケー、レッドボックス。あー、ハント？なんだ？なんだハントって。なんか、もうなんか落ちてる。あ、ライフルね。ライフル5発。まあ、いっか。ライフルの方が強いし、多分な。これ、ライフルの弾とか入ってんじゃない？リボルバー、ショットガンだしよ。どうするこれ。どうするこれ。ねえ。これ襲ってきそう。あ、メモリーだ。メモリー。あら、どうしたのよ。いつも私がこっち側でしょ。え？あ、ん？湖？あ、じゃあ。あ、反対側か。この建物か。入れんのかな。ああ、入れそう。なるほどね。まあ、ライフルの力見せつけるときは来てしまったかもしれんな。え、これいけなくね。あ、いけないっすね。あれ？ああ、わかった。わかりました。これ上から行くかパーティーンじゃない？いや、つーか、これ大丈夫？あ、戻りやしね。ん？となると？となると？え、となると？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 ここ。ここ行けねえな。え？ん？ん？ ん？ ん？ どうなってんだこれ。あ、普通に下通ってけってことか。いや、本当だよ。本当だよ。いて。2回切るやつ何なんだよ、もう。お前らが許せん。お前らが許せん。罠だった。ウェイクは敵に囲まれ逃げ場を失った。あ、ちょっと、マジで上行けねえじゃん。ちょっと待って、上行けねえじゃん。ちょっと、ああ、完全に逃げ切ったと思ったのに。え、何、これ、どういうこと？ちょっと待って。何これ。
となるとだよ、ライフルじゃなくて実はショットガンの方がいいんじゃねえかと私思うんですよ。これショットガンここに置いてあるでしょ。切り替えて、切り替え、おい、あら、あら、早く切ろよ。よし、ショットガンの弾が32発あるわけです。32発あるんであればなんとかなるんじゃないかと。でメモリー解除するでしょこれ。で、あの囲まれた先を、囲まれた先で、あれ、いい加減にしろ。ここでワーンって湧いてくんじゃないの。あれ、あ、湧いてくるね。で湧いてきたから、まずこいつを先にやる。まずこいつをやる。まずこいつ、いって、こいつ、ごめん、体当たり強いんじゃ。んで、あとはもうここにやってくるやつらを順番に、はい、フレアガンでバッチリ。勝ってえな。ちょっと、え、フレアガン全然死んでないじゃん。ちょっと待って、なんで、なんで、フレアガンである程度殲滅。いいんじゃない、いいんじゃないこれ。で、武器リロードしておいて、オッケー、ショットガンもリロード。完璧。さて、かなり片付いたんじゃないこれ。罠だと知っているんであれば、もう罠ではない、それは。だいぶ綺麗、綺麗したんじゃないかな。綺麗、綺麗、完了じゃないこれ。全然いねえじゃん。ははやってやったぜ。罠じゃないこれは。で、発色ができると。よーしよしよし。やっぱりね、フレアガンの使い道あそこだったね。やっとだよ。で、これがリチャージ。なんだこれ、あ、リチウムバッテリーか。で、フラッシュライト。ん？大型ランタン。さらにでかくなったってこと？なるほどね。これ、大型ランタンになったからっつって、でかく、なんだろう？なんつうの？この敵の、光をさ、うまくやることってできるようになってんのかな。敵の削りをさ、しっかり削れることできんのかな。あ、あとなんかある。目覚まし時計じゃないあれ。ウェイクするんじゃないアランが。アランウェイクしそうだねこれね、目覚まし時計。オッケー。ね、出口近いと思ったんだけど全然近くないもしかして。出口もしかして全然近くないこれ。ああ、あっち木が拾ったランタンやな。拾ったランタンじゃなくて、切り替えたランタン。うわあ、これ行きたくねえなー。なんでこれ四角だらけやね。おっと、あの音はやばいんじゃないか？ああ、確かに。やばいね。チェーンソーマンいるね。チェーンソーマンいるね。俺どこにいんだよ、チェーンソーマン。チェーンソーマン、チェーンソーマンいるんだろ、いるんだろ、チェーンソーマンいるんだろ。おい返事しろよチェーンソーマン、知ってるんだよいることは。出てこいよ。あ、来た来た、出てきたわ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 。あ、なになに、一人で来なさい、チェーンソーマン一人で行きなさい。バッカ野郎お前、バッカ野郎てめえら。え、誰もついてきてついてきてよ、ちょっとさ、何やってんのねえ。あ、ついてきた、よいしょ、大型ランタンの力、よいしょ、 OK、 よいしょ、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  OK、 ふう、 OK、 OK って、拳銃、拳銃、あ、拳銃、 OK、 ふう、
それ玉込め玉込めしっかり玉込めて、こっちも玉込め OK ね。 OK 大丈夫、数さえ出なければなんとかなるっすね。でもまあコンビネーションは良くないね。敵がコンビネーションされちゃうと、お、なんかある。あ、目覚まし OK？ もしかして、何何何今の何今の何今の、全くいい感じしないんだけど。レッドボックス、はい。中身なんだ、リボルバー、ショットガン。やっぱライフルに切り替えなくてよかったな。蹴る、ああああああ、来た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 。よし、一人だけねえ、一人だけ、一人だけ、一人だけだな。よし、なんでこんなに、なんでこんなに、いやー、いるね。一人じゃない。だってあなたは一人じゃないから。いやー、来ないの？ねえ。ねえ。よいしょ。弾込めて、弾込めて、気持ちも込めて、さっき進むと。いい。はい。はい。オッケー。あーと、また来たね。ようこそ、ようこそ。よっ、うてぇ、ちょっと、うま、いや、いなかったやつ、湧いてきてる、いなかったやつが湧いてきてる。よいしょ。いや、リボルバーじゃ弾足りねえかもしれん。よいしょ。よいしょ。バッテリーも足りてないよ。よし、避けてー。よいしょ。だんだん、だんと、だんだん。心惹かれてくよ。ないか。いないか。OK。OK。なんだこの迷路も、ほんとに。疲れちまうな。よし。お前は幻影だろ。いや、このアレルギーは現実だね。この通りだ。なるほど。ほこりっぽいからな。よし、発煙筒が効いて、レッドボックス。いや、マジでこれ、しんどいっすわ。マジしんどい。マジしんどいな、お前。これなんだ、この、DLC はよ。窓正面割れて、後ろからも来る。ということは、これ、発煙筒。あん？どっから出るこれ。ああ、なになに、なんかこういう感じ？いてててあ、なんか。あ、ちょっと待って。そっか、窓から出ろってことか。ここから出ろってことやな。出れねんかい。出れねんかい。出れないんかい。ちょっと待って、ちょ、待て待て。なんで出れねえんだよ。窓から出ろってことじゃないの？今の。今のはさ。今のそうだよね。どう考えても。窓から出ろってことだよな。なあ、なあ、そうだよね、どう考えても。いや、いや、ついてくんな、そんなアグレッシブ動くんじゃねえよ。どうなってんだ。いや、なんか下にいっぱいいすぎじゃね。下に降りてくるの分かってたんか、お前、お前らすげえな。俺ちゃんが下に降りてくるの分かったってことかね。いやいや、みんな来すぎ来すぎ、落ち着け落ち着け。光を浴びせて、いて、ほらみんな降りてこい。よいよいよい、よいしょ。あ、ちょ、遅い。よし、オッケー。ふう、さてバッテリーはいっぱいかな。敵全滅しちゃったかな、もしかして。俺、外から、ここ出るわけじゃないんだ。え、なんか壁で出られ、開いてるわ、扉。扉開いてた。扉開いてたわー。あ、そう。弾込めておいて。あそこにメモリーがあるな。メモリーあるということは、
旦落ち着けるってことじゃろ、これ。メモリー、僕のメモリー。ダメよ、下でみんなが待ってるんだから。今は、あら、幻と分かっていても胸が痛んだ。アリスを救ってからもうどれくらい経ったのだろう。数日、数週間、今の俺には見当もつかなかった。なるほどね。今の俺には見当もつかなかった。本当だよ。あ、今どこ扉開いた？ああ、あれを使えってことか。となると、まあ先にこっちの奥の方を見てみるか。あ、またあった。アリス・ウェイク、暗黒恐怖症の美しきミューズ、未曾有の混沌における癒しのオアシス、才能豊かな有名美人フォトグラファーが赤裸々に語る、エキセントリックな夫の原因に悩まされる日々、作家のミューズ、絶賛予約受付中。これ終わりが近いぞ、多分。よし。うん、じゃあ行きましょうか。こりゃ早いぞ、つってたよね、なんかね。ここになんか来てたから、ここ、だよね。ここなんか、あ、これで、え、外行けってこと？ん？多分ここだと思うんだけど、違うの？あれ？あれ？登れない。登れないっすね。え、どこ？どこ行けばいいんだ、これ。建物は関係ないかな？関係ないっすね。ん？これは早いぞって言ってたけど。なんだ？走れって言ってたな。なんだ？なんだ？これ押せばいいのか？で？あ、そうだな。アランさん、これ上登れないの？アランさん。アランさん、これ。絶対ここじゃん。なんなのこれ。ちょっと待って。おい、どういうことだよ。どうなってんだ、これ。これ押す。あ、なるほど。こういうことか。まったく。こうやって僕を惑わすんだから。大したもんだよ、このゲームはよ。で、ここに登って。ドーン。よし。さあ、僕を連れてってくれ。え？おい、そんなことないだろう。やばいね。さすがにやばいですね。で、ちょっと君たち、勘弁してもらっていいか。よし。よいしょ。よいしょ。OK。パスして、君たちを。おや、早い早い。よいしょ。よいしょ。おい。おいしょー、ぷぷぷぷぷ。さてと、登って先進んじゃおうか。いやー、結構しんどいっすね。しんどい。やっと製材所でしょ、これで到着してんのかな。製材所合ってる、これで。メモリーだ。あ、メモリー、僕の大事なメモリー。ねえ、アラン、こっちよ。いいものがあるの。アリスの無事を願うほかなかった。闇から逃れた彼女はその後どうなったのだろう。もう願うしかないよな、アラン・ウェイク。それは仕方ない。あ、火がついてる。ちょっと安心できるね。で、上へ登っていくと。いや、でもこれいいな、この DLC ボリューミーだぜ。これぐらいあると素晴らしいですね。これに続いていけばいいのか。あ、何？あ？ジェイン、あんたか。あー、あらららあ、そう、死んじまうのか。ねえ、アラン、こっちよ。いいものがあるの。アリスの無事を願うほかなかった。闇から逃れた彼女はその後どうなったのだろう。ジェイン、
あんたか。びっくりした。これ死んでしまうとは思わなかったわ。反対側に降りろってことじゃ、この中じゃなくて。あ、あれ、なんかいる。アリ、あれ、アリスじゃないの？アリ、アリアリアアリスじゃないの？あれ。全員じゃねえ。全員じゃねえぞ。ここ、下降りって大丈夫なの？この高さ大丈夫？本当に。え？やっぱこっちなの？結局こっちなの？降りるの。いけるのか、これ。さっき死んでしまったけど。待って、そのまま。いい感じよ。こうか。もうちょっと笑って。それじゃ笑いすぎ。ミステリアスでタフなイメージが欲しいの。ちょっと危険な香りの男ってモテるのよ。俺はクリーンだ。よく言うわよ。あんな小説書いててクリーンはないでしょ。ケイシーだって殺しちゃったんだから。ちょっと危ない方がイメージなの。そう、そんな感じ。素敵よ。しかも危ない。こうして見るとヒゲも悪くないわね。よく似合ってる。オッケー、終わりよ。やっとスーツが脱げる。あら、似合ってるのに。セクシーだろ。あの頃の俺はまだ賭けていた。作家である自分を信じていた。いい思い出だが、今は辛すぎた。ボーン、チェックポイントということで。いや、これ、ダメだ。今日のところはこれで終わりにするかな。ちょっとね、長い。疲れちゃった。はい。というわけで、今日の辺は、この辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きから。もう次回で終わりだと思うんですけど、さすがにね。はぁ、難しい。出るし、難易度高えよ。いやー、だがそれがいい。というわけで、ここまでの語りは私、コミでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。しかし、なんでこれ一回目さ、飛び降りた時、私のアラン死んでしまったんやろ。謎なんですが。ねえ。